どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は α7C2 にあった、ソニーの E マウントレンズを紹介していきたいと思います。僕が長年ね愛用しているレンズもあれば、最近ね買い直したレンズなどもあったりするので、ぜひともねソニーのレンズで迷っている方であったり、 α7C 買ったけど追加でどのレンズを買ったらいいかわからない、そういった方に関しても参考になりますので、最後までご視聴いただければと思います。それでは、ソニーの α7C M2 に合わせるレンズ、一つ目が、はい、こちらです。タムロンの 20-40mmF2.8、このレンズになります。僕がね、一番最初に、レビューした時から、もうだいぶね、時間は経っているんですけど、発売日にね、購入してからもうずっと使い続けてます。ほんとこう旅行用とかに万能に使えるレンズで、20mm の広角から、少しね望遠寄りの広角 40mm まで使うことができるので、やっぱりこうスーパー 35mm とかを使うと、ソニーのレンズってフルサイズだと、そういう機能が使えたりすると思うんですが、1.5 倍のね倍率を使うことができるので、最大でいくと、だいたい 60mm ぐらいの画角まで望遠で寄ることができるので、シチュエーションに応じて使いやすいレンズだなっていうふうに、非常にこう使っていて、売れないレンズの一つかなと思います。で、F2.8 っていうね、F 値があるのもすごく重要な部分で、やっぱり暗所にも強いし、外でね、撮影をしていて、やっぱりボケ感っていうのが、やっぱ F2.8 から結構変わってくるので、そこの部分でね、本当に Vlog から旅用レンズ、例えばその、お子さんの撮影とか、本当ね、基本的にはほぼ全てのシチュエーションで使うことができるレンズなので、ほんと遠くのものを撮りたいとかってなった時に、もうほとんどある程度のクオリティで撮れればいいかなと思う人にとっては、すごくおすすめのレンズになりますので、ぜひともね検討している方は、僕はね一つとりあえずなんかこう日常を撮るために欲しいって感じて Vlog も含めてやるんだったら、このレンズがやっぱり今でもずっとおすすめしているレンズかなと思いますので、ぜひ勇気を持ってね購入していただくといいんじゃないかなと思います。続いて2本目のソニーの α7C M2 に合わせるレンズ、シグマの 85mmF1.4 になります。このレンズはね、もう僕も発売からすぐ買ったわけではないんですけど、なんかこうね、やっぱ最初これ発売された時って結構軽くなってるし、画質もめちゃめちゃ綺麗で、ほんとポートレートのもうやっぱ紙レンズって呼ばれているものだったんですよね。なのでこのレンズを本当に買いたいって最初は思わなかったんですけど、だんだんなんかこう、さっきのタムロンのレンズもそうなんですけど、やっぱある程度もちろん綺麗に撮れるし、クオリティも高いんだけど、なんかね、うわ、これやっぱっていうレンズの写りに、ちょっとタムロンだとならなかったりするんですよね。めちゃくちゃ感動できるみたいな。だってなった時に、もちろん僕の腕もあるとは思うんですが、このね、85mm の F1.4 のシグマのレンズは、そういったね、正直なんつうのかな、撮影の技術が正直熟練されていなかったとしても、このレンズのスペックでもうゴリ押しできるものなんですよね。なんでもうとりあえずなんかこうポートレートの撮影とかでめちゃくちゃとにかく綺麗に撮りたいっていう人がいれば、このレンズはものすごいおすすめになります。いやいやいや、α7C M2 小さいのに、そんなレンズつけたら、重くて使いづらいじゃないか、持ち歩きしづらいじゃないかってみんな思う方も中にはいるかもしれないんですけど、僕のね、今この撮影している機材が、α7-4 なんですけど、この α7-4 につけると確かに重たいし、でかいし、しんどいなって思うことあります。ただこのしんどいなって思うことが、この α7C の M2 と組み合わせると、ちょっとね、やっぱね、軽減されるんですよね。なんかこれだったら、ちょっとこう、ランチ、昼間どっか出かけていった時に、つけていけるギリギリの重さの、なんかラインになってくれて、今までね、なんかこう、いざという時にしか使っていなかったんですけど、こう日常でもね、ちょっとこう使いたくなるような α7C と組み合わせることによって最高画質を生み出せる、なんかお散歩カメラじゃないですけど、そういうね、扱いにできるようになったんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。なのでね、ほんとこう、
なんだろう、一枚のめちゃくちゃいい写真撮りたいとか、うわ、こんなチャンス二度とないっていうような、なんかそのライブじゃないけど、なんかこう、なんか誰かと会う時にこの人と会えることほとんどないし、まあ、撮影した方が絶対いいよなとか、思い出に残したいなっていう時に、ぜひ持ってっていくと、その期待にね、応えくってくれるレンズだと思うので、まあ、これはね、僕ね、一個持っておくといいんじゃないかなっていう推しのレンズではあります。はい、画角がだいぶ変わったんじゃないかなと思うんですが、これはですね、85mm の F1.4 のシグマのレンズに、切り替えてみました。まあ、ちょっとね、画角狭くなってるんですけど、まあ、さっき紹介したね、レンズも、ちょっと付け替えながら最後のレンズ紹介したいと思います。ちなみにね、ずっと最初から撮影している F 値は 2.5 なんですけど、これシグマのね、F2.5 同じね、F 値の方で、撮影をしております。50mmF2.5、G のレンズですね。このレンズはね、僕昔発売したてにこれ実は買いまして、レビューをしたんですけど、まあ、結構意外とね反響が良くて、やっぱりね 50mm のレンズとか 35mm のレンズって結構気になる方が多いと思うんですよね。で 50mm のレンズはなんだろう、少しテクニカルなレンズにはなってくるんですけど、やっぱりこうね、何かを撮るときにね、こうなんつうのかな、テーマを決めやすいレンズな気がします。でその中でもやっぱりね、明るすぎず、まあ大きすぎずっていうところでこのレンズ結構注目してる人多いと思うので、結構ね α7C を使っている方も選ばれるものなんじゃないかなと思います。素晴らしいのが、なんだろう、これね、言葉で伝えるの結構むずいんだけど、なんかこう撮った写真のやっぱ解像感はちゃんと出ます。これはうわこれすごい、なんだろう、その時の空気もある程度残してるなっていうのをやっぱり感じていて、まあG マスターのレンズとかも、ソニーのね純正の G マスターのレンズとかも使ったことあるんですけど、やっぱりねそれに近しいようなクオリティを出してくれるのがこの G マスターのレンズなのかなと思います。なのでこうちょっとシグマ、さっき今この撮影してるシグマとはまた別の路線で素晴らしい、なんだろう、その情緒的というか、その時の切り取った雰囲気の写真を生み出してくれる、素晴らしいレンズだなと思っています。かつやっぱりね、すごい本体が小さいので、お散歩レンズとしてめちゃくちゃいいです。ちょっと今ね α7C につけてみましょうか。はい、こんな感じで α7C につけてみました。めちゃくちゃコンパクト。うん。これで外持ち歩いたらやっぱり、なんだろう、気軽にパシャパシャって撮りたくなるよね。だからなんかね、このね、やっぱね、なんだろう、気軽さと、あとこのデザインのマッチしてる感じがすごいこうメカメカしくて、デザインとしてもかっこいいし、バランスが取れてるので、このレンズは素晴らしいんじゃないかなと、僕は選んでていいのかなって思います。で、やっぱりこれ 40mm とか他にも画角があったりするんですけど、40mm の場合だと、なんつうのかな、僕の持ってる、さっきの一番最初に紹介したタブロンの 20-40mm と被ってしまうので、やっぱりそこの部分でね、僕はね、この 50mm の、F2.5G と差別化するような形で所有しているっていう感じになります。で、今思うと、じゃあ 40mm 買った方が良かったな、かなって考えると、僕はね、ノーです。やっぱりね、もちろん 40mm も素晴らしい画角ではあるんですけど、なんかね、こう 50mm にしかない魅力ってあって、やっぱりね、まあ、人間の、なんつうのかな、視野と、片目の視野と同じって言われたりするんですけど、やっぱり歪みがそんなになくて、なんかこう、僕たちが日々見ている、その、景色と同じものを作り出してくれるっていう観点で、僕はねすごくこの 50mm が、好きだなっていう風に、今も思っています。あとはですね、まあ、今回僕が所有していないんですけどおすすめのレンズを、まあ、簡単にね話していくと、もう本当にタブロンの最初の 20-40mm と、似たような形で万能なものを探しているのであれば、タムロンの 28-200mm F2.8 から 5.6 の、レンズが、いいかなと思います。本当に望遠まで撮れるし、まあちょっと重さは確かに出るんですけど、まあ物としては素晴らしいと思います。本当に僕もね前持っていてすごい使う機会も多かったんですけど、クオリティを求めるってなった時にちょっとねずれてくると思います。なのでね、すごいクオリティ重視の方よりもなんかこう万能に記録を残していきたいっていう方に関しては、タムロンの、28mm
200mm のやつがいいんじゃないかなって思うのと、あとはシグマの 28-70mm の F2.8 の、 結構小型なねモデルがあるんですけど、それもね結構おすすめになります。なのでね、まあ、そっちのやっぱりこうシグマの方が 200mm まではいかないけど、やっぱ F2.8 投資の明るさを持っているレンズなので、やっぱクオリティを少しでもさらに高めたいっていう人に関しては 28-70mm のシグマがいいんじゃないかなと思います。まあ、望遠を撮る機会が多いとかね、遠いところを撮る機会がある人に関しては、シグマの、モデルと、あとタムロンのこの2種類っていうのがおすすめになっていきます。そしてこうシグマのね、僕が今これ実際に撮影して使っているこの 85mm の F1.4 みたいな、こうポートレートに対してクオリティを求めたりだとか、なんかこういいもの一本持っていきたいなっていう方は、もちろんこのね、シグマのこのレンズが一番僕はおすすめだと思ってるんですけど、まあプラスで言えばやっぱソニーの純正だよね、 85mm の F1.8 かなのレンズがあったりだとか、まあ他にもそうだね、マクロの 90mm のレンズとか、なんかそこら辺をなんかこう合わせるというか、まあこうそっちの方が好きだなっていう人はそっちを買った方がいいかなとは思います。まあ僕はね、今このシグマが 85mm の中だと現在はまあコストパフォーマンスもう本当素晴らしいなっていうふうに思ってます。そしてこのね 50mm の F2.5G の純正のレンズで、これ以外でやっぱり同じようなね用途で考えておすすめがあるとしたら、ツワイスの、ソニーの純正、55mm の、F1.8 のレンズがいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとねユニークなボケ写りをしたりするレンズにはなるんですけど、あれもねすごいカリッカリで、まあ、なんかね、こう、改造感も残しつつ、結構感情が入るような撮影ができるものになってるので、僕はね、まあ、実際に持ったことはないんですけど、多分あのレンズはね、結構やっぱいいなっていうふうに、思います。まあ、他にはさっきに紹介した、FE40mm の 2.5G とか好きな人はいいと思いますし、あと、シグマの 45mm の F2.8 のレンズとかもいいと思います。まあ、あとはね、まあちょっと広角寄りにはなるけど 35mm の F1.8 の、まあ、ソニーのレンズとかもあったりするので、まあ、そこら辺がね、まあちょっと広角寄りつつスナップとして楽しみたいんだったら僕はおすすめだと思うので、ぜひともね、そちらのレンズを、一回ね家電量販店とかで試してみるのがいいんじゃないかなというふうに、僕は思います。それでは、いかがでしたでしょうか。いろんなねレンズがある中で、僕はねこの3つのレンズを所有して日々カメラライフを楽しんでいるような形になりますので、ぜひね最近 α7C を買った方とか、まあ、これから買おうと何のレンズ買おうか迷っている方の参考になれば僕は嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあバイ。